けるか、いけるか、いけ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 いとにかくでかいですよね。はい、今ね、持ってくだけでもやっとなんですよ。大人4人がかりでなんとか持てるぐらいで、この下ろさなきゃいけないですからね、ここにね。はい、じゃあ下ろしていきますよ。はい、せーの。あー、うわー、すごい。さあ、今着信ですか？はいよ。すごいよね。ね、何これ。怖い。これ怖いんだけど、普通に出会っても。これで引っ張っても重いもん。それは釣り糸重いさ。この荷物は地下に移してもらっていいですかね。これを後ろ、あっちの奥に。これお願いします。こんな感じ。うわ。うわ。台車に乗ってる。でかい、改めてでかい。このでかさやばいんだけど。見て見てこれ、ね。でかいんだけど。やばよし、まあこれで乗せてくれるかちょっと微妙なところだけど。はい。あかんって言われるかもしれない。あかんって言われるかもしれない。これはやばいな。あかんって言われたら考えよう。はい。皆さんちょっと写真を撮ってますね。はい、見てくださいね。アンコアは見てくださいね。高速船なんですけど、乗せれなかったんですよ。はい、乗せてもらえなかったんで、一人分の運賃が足りないって言ってということで、特別に白子さんにね、石垣まで送ってもらうことになりました。めんどくさいことしてもらったね。ありがとうございます。魚どこに乗せる？見て、やったやらかした、やっちゃったやらかした。これ50キロぐらいかな。あんなもん。もっと分かったな。50。すごい人が集まってきました。すごいなこれ。これじゃないと上がんないからね。俺ぐらいあれ。また出るもんや。はい、ではね、ちょっと計量ですね。島釣り具さんの方で測りがない、ちょっと30キロまでだったらしいんで、市場の方で特別に今日測らせていただきます。でかいな。でかいね。でかい。よく持って帰ってきたね。よくこれ持って帰ってきたよね。すごいな。何個？あ、2000キロまで測れるから大丈夫。おお、2000キロまでね。測れますから大丈夫ですね。200キロ。200キロです。よろしくお願いします。さあ何キロでしょうか。ちょっと気になるです。75キロ。下に当たったら持って帰るさ。これ弱って60よ。60。よくあってんの。何キロ？見えた。はい、おお、80いった。おお、おお、すごい。80。82.5。 82.5。 県記録、県記録出た。マジやった、やった、県記録出た。よっしゃー。うーわやらかした。本当に動画で撮って送りますね。これさ、釣り具屋の、はい、
まあ、これ見たらいいって言ってるんで。あ、ちゃんとこれ公式に行けますか。一応これをね、あの釣り屋さんに送ってちゃんと漁協で測ってってことで。映らんな。あ、映ってください。お願いします。はじめさん、映ってください。お願いします。83キロ。あ、斜めだから。で、今回ですね、本来だったら自分たち調理して、まあ、食べたいところなんですけど、まあ、時間も場所もその食べきれるサイズ、人数もいらっしゃらないもんですから、ちょうど今ハーリーのシーズンなんですよね。そうですね、はい、先輩がどうしても、はい、どうしても、はい、お祝いで使いたいと。はい、そうです。ハーリーって言ってこう石垣島の伝統の漁師のお祭りがあるんですけど、でそちらの方で1000人ぐらい集まってるんです。先輩ものすごいいっぱい集まってるということで。沖縄にハーリーってお祭りがあるんですよ。ウミンチュの航海の安全や豊漁を祈願する海のお祭りで、何日も前からみんな練習してるんですね。なんか商店とか学校とかもなんか閉まってたりして、石垣の皆さん本当にそのお祭りに力を注いでるんですね。はじめさんの先輩のウミンチュのエラーさんが浜貝をハーリーで使うから売ってほしいってことだったんですよ。いや、もうめっちゃ光栄です。そんな神聖なお祭りで使っていただけるなんて、もう皆さんが食べていただける、本当に光栄です。行くところないんだったらくれよと、売ってくれということで、あ、じゃあちょっと売りに行こう企画いいですかということで急遽決まりました。石垣編急遽決まりました。はい、はい、呼んでいいですか。はい、こちゃにです。はい、よろしくお願いします。はい、こちゃにお願いします。はい、ウミンチュのもう、あ、そうです、ウミンチュ、こっちのボスです。お願いします。で、ちょっと今回買い取っていただけるということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、すいませんけど、ごめんなさい、ごめんなさい、金額聞いてないんですか。いや、10万ですけど。え、どうぞ。え、よかった、俺ギャラ。ちょっと待って、ギャラ。マジか。はい、ありがとうございます。みんなで食べましょう。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとごめんなさい。ちょっと心の整理させてください。僕1万円ぐらいかなと思ったら、10人来ましたね。そうですよ。よかったさ。いや、よかったさ。はい、でも親切にしてもらったんで。あ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、尺3分ぐらい。すんなり10万来て尺3分ぐらい。どうする？いや、まあこれはちょっと1本作れる。いや、これちょっとでも本当に何かこうでも石垣のねためにちょっと使いたいですね。これは本当にちょっと使い道まだごめんなさい、急で考えてないんですけど、島のためにね使いたいと思います。はい、はい、ということでご視聴ありがとうございます。早い早いな。はい、はい、大物釣りたい方、あ、ガイド、あ、そうです、そうです、ガイド、よろしくお願いします。宣伝、ガイド、はい、ガイド、まあ、毎回こういうのは釣れないですけど、はい、まあ、これぐらいの魚だったらパラパラ釣れるので、またよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。あれ、始めた、全部、終わりいや、まあ、ということで、まあ、今回ちょっと簡単ですけど、ありがとうございます。本当にハーリーの方で使いたいということで、まあ、ちょうど本当に良かったタイミング、良かった感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。県記録でしょ。県記録みたいな。おめでとうございます。あ、それも県記録何年か。お、記念のハリー、これ記念のハリー、見てこれ、こんなちっちゃいんだよ。だってあれとか、うん、縛り方を見て最強のもうボロボロになってるけど、ボロボロ。おー、来ました来ました。はい、でかいな。あ、こっちでね、大丈夫。でっけ、改めてでかい。そう、いっぱい、ちょっとこっち、パッチリ。はい、オッケー。はい、で、口をつけて90+75 165cm。 これちょっとぴったりここの160、何これ161、5でいいか、5だね。 OK、 165cm。 私よりでかい、でかいね。はい、ありがとうございます。今日ハーリー当日です。元気録のタマカイをね調理してるところ取りに来たんですよ。よいしょ。はい、秘宝でございます。秘宝？秘宝、はい、本当はこっち振る舞われる予定だったみたいなんですけど、はい、
我慢ができずに、みんな昨日みんな食べちゃったそうです。あ、マジっすか。え、昨日食ったってマジで昨日食ったって、マジか。あの栄養会で食べられたみたいです、はい、あ、でもちゃんと食べてくれたんですね。はい、あの鍋はめちゃくちゃうまかったので。あー、ならもう元気づけで、もう今今日の皆さんのスタミナになるということですね。それはでもいい、よかったそれは、良かったよ。でも食べるところ取りに来たのに、せっかく以上現場からでした。マジか、ありがとうございました。こんな感じだから入ってます。 あ、はい、ありがとうございました。入ったらもう出したよ。もう出した、もうありがとうございました。ありがとうございます。